人よまどろみ千歳の夢を嬉しからずや悲しからずや。この空海というお芝居で、まあ、夢枕さんの原作にもあるんですけれども、まあ、宴を開いてそこで演奏して、そして陽気たちを呼び込むと迎え入れるという場面があって、できたらかっこいいねっていうその思いで、挑戦しておりますので、その辺はぜひ甘く見ていただいて、まあ、結構初日なので本番ではもっとすごいことになっているはずです。はい、そういう思いで頑張ります。